はようございます、ね、おはようございます。あ、ブーフいらっしゃい。なんかしっとりチョコね、エンディさん、私のツイート見て私のツイート見て、うん、私のツイート見てくんない、うん、知ってるチョコありがとう。おはようございます。なんかせいさん取られちゃう。整形、いや整形はみんなしたらいいじゃん、うん、整形はみんなしたらいいじゃん。ありがとう。なかなかだね、ダウンタイム晴れてますね。まあ今日がピークなんじゃない、せいじさん。2日目3日目がピークで、こっから明日から下がっていくから、うん。なんでしっとりチョコ持ってたの。いや本人はエンタメって言ってたけどエンタメって言ってたけど、前のオムライスハマって自分でも作ってます。え、マジ、うん、マジ。なんかね、私のオムライス好評らしい。チーズを入れるのは味噌、うん、いやなんかね、コンソメ、バター、ケチャップ、とんかつソースと味の素と胡椒。嬉しいんだけど、嬉しい。それは適当、それは適当。とんかつソース入れた、うん、うで、ケチャップも味噌、うん、そう、65号さん、そう、コンソメ。私3人前ので、あの1個のキューブ使う。あ、ゾウさん2個、うーさんありがとう、うーちゃんありがとう。りな猫ちゃんまであと1万ポイントだから見てて、りな猫ちゃんまであと1万ポイント、うん、うん、ありがとうございます。皆さんの無料アイテムでちょっとお願いします。トップグループの配信見れなかった。いやー、案の定叩かれました。私が昨日何も悪くないのに、なんか私が好意に見せてたって、乳首をテレさんの。そう、でもそれがってことは事故じゃなくて、わざとになっちゃうから、キャリーちゃん1日番で復帰できないからね。1日番で復帰しました、うん、そう、ひどかったよね、本当に。そうだよ。で、私がそこに置いたとか言ってるけど、その定点の端末を、携帯の、私置いてないから、誰が置いたとか言ったら犯人みたいになるから言うけど、私置いてないから、そこに、もともとそこに置いてあったんだよ、携帯も。ひどいよね、うん、すぐ私コメント見て、すぐコメント見て隠したのに。中村くんが言ってた、中村くんに LINE した、私怒ってるよって。怒ってるよって、うん、眉がかばえていたり、かばったりしゃしゃるなって言ったりって。そうなんだよ、そうなんだよ、まあ、自分なりに、そうなんだよね、難しかったな、昨日の立ち回りっていうのは、うん、自分なりにね、ちょっと頑張ったけど、うん、何で、キャリーちゃんは今日帰ってこない、明日帰ってくるみたい。キャリーちゃんなんかね、明日ゆっこさんと中華街行くんだって。だからなんか
そのまんま今日はあの夜遊び、あの子うちに帰らないで夜遊びして、八千代さんのところお泊まりなんかな、わかんないけど、うん、もうね多分今日の深夜2時か3時に解除されるか、それであのふわっちから始めるんじゃない、ゆうこさんと、うん、そうだよねみぴちゃんね、いやほらイベント最終日だから、明日私もキャリーちゃんもイベント最終日、まあいいんだけど、全然いいんだけど、なんでかっていうと、これあたまたま、ほんとたまたま明日家政婦の三田さんが来ます。あーやっと、あー家政婦の三田さん襲来です。三田さん、いや助かります。もうほんと汚くって、うちもう何もできない、何動けない、そうお掃除舞台で久々ですよ、まあ三田さんに掃除してもらってから自分なりにあの頑張ったんですけど、うん、三田さんと会うのっていつぶりだろう、いつぶりかな三田さん、いやマネージャーだよ三田さんは、私の大事なあのマネージャー、まいちゃん大トロの漬け丼、あ食べた、今日あの手巻き寿司してた、一人で手巻き寿司パーティーした、うんうん、眠くってさ、うん、食べよう、おいしいよ、おいしい、で前これ残った汁でにお水入れてレモンヌードルになってまたおいしいの、うん、あココナありがとう、ココナ5回戦したって何、私とクラウン君がこれ蜂蜜とレモンだけ、それ以外何も、まあ、まあクラウン君と私は奥ゆかしい関係性だからね、奥ゆかしい関係性、でもここだけの話、あれがでかいらしいよ、ここだけの話で、私今9月でしょ、3ヶ月やってないから大丈夫かな、言ってた、エンディさんが言ってた、なんかエンディさんが言ってた、なんか鬼の金棒みたいな、なんか一緒にお風呂入った時になんかどす黒い鬼の金棒すいません、うん、下品だよね、わかんないけど、うん、うん、嘘とか嘘じゃないとかじゃなくて配信上のエンタメでしょ、うん、あ電話したんだ、なんで連絡先知ってんだ中村くん、今起きたから、コメントでね、
コメントか。うん、今日はちょっとあの段ボール開封しなきゃ。で、私寝てたの、着信があって今配信つけて、今起きてさ、ちょっと ご飯食べたら、ちょっとしたらあれしようかな、あのね、蜂蜜入れると全然酸っぱくないよ、甘い、甘酸っぱい、そんな酸っぱくもない。キャリーちゃんにもあのこの汁飲ましてあげよう。苦くない、苦くないよって、めちゃくちゃ漬け込んでたから。ね、中村くんって何がしたいの？なんでさ、意地悪すんの？私の無加工の顔をさ、無加工の鼻と、顔とさ、鼻とアップにしてさ、私女の子だからそれガチで嫌なんだけど、私結構エンタメとか OK だけど、そういう女としてのっていうのは絶対嫌なんだよ。嫌だよね。面白かったそれ。え、ガチめにどうなんだ、おもろかったのかな。でも嫌なんだけど。うん。傷も見て怖かった。あ、ここの嫌だっつの。でも分かんない、怒ってるよって言ったら ごめんなさいとは来てたけど、ごめんなさいとは来てたけど、じゃあ今後やめてくださいよ、皆さん。飛行機とサイコロお願いします。そんな肌汚くないし、写りじゃない。ちょっと赤いだけじゃん。これで撮りましたよ。ちょっと赤い、ちょっとそばかすがあるぐらいだけど。ちょっとそばかすがあるだけなんですけど。ちょっと待って、外髪にして。ちょっとそばかすあるだけなんだけど。ちょっと待って、美顔機能外すから。ちょっとそばかすあるだけじゃん。そんな汚くなくね。私一般的に普通の人より肌綺麗な方なんだけど。うざい、なんか。そういう嫌がらせしないでほしい。うん。裸にできない。あの、美容はちょっと、今はできない。世界陸上って、当分ちょっと肌管理とか、マッサージとかしちゃいけない。2ヶ月ぐらいかな。多分ね、あ、ちょっと、いや、ケリーちゃん今日帰ってこない。あ、福神漬け、あ、なんかできてる、茶色くなってる。
茶色くなってる。どうなんだろう、ちょっと味見してみる。あー、まゆちゃん始まってた。ぺっちゃん20個分ナイス。10番やった。昨日作った福神漬け、やべ、レモンでちょっとわかんない。あ、ちょっとレモンでちょっとわかんない。でもなんかちょっとわかんないですね今。あと1000ポイントだ。あと1000ポイント。いや、ちょっと止まらせないって言ってた。え、じゃあゆっこさんに止まるのかな。そのまんま、あの明日のイベント最終日終わってから帰ってくるって。ゆっこさんと配信してってだから、じゃあゆっこさん家行くんじゃない。よいしょ。そう、クラビオ3、クラビオクライン病3のステージのままなのはなんでか教えてほしい、うん、なんでか教えてほしいですか。まゆちゃん怖い。なるの怖いんだ。いや、なんかさ、なんか付き合うってなるのがちょっとなんか怖いよね。なんか私終わんないかなみたいな。ヘリの借金どうするの、いろいろと出てきてるけど。え、あ、それは期日、期日にいろいろ出てきたってどういうこと。あ、こうちゃんかな。それは配信者的にそうだね、うん、配信者的にってか、私そこまで今あれだから、なんか頑張らないといけないからさ。こうちゃん5万円返してほしいみたい。あ、そうなんだ。それはキャリーちゃんと話したのかな。うん、まゆふわっちいち嫌われてる。そうなの、なんで。え、私ふわっちいち嫌われてんの、それどこじゃ。せいじさん、あ、せいさんのアンケート、うん、せいさんのアンケートは、その メンバー誰だったの、ちなみに。メンバーはキャリーとマユ。あ、どっちがってこと。ん、そこと、キャリーとアイコと、あ、キャリーとマユ2択。私まだまだいけるってこと。じゃあ、いや、すごくない。だってそれ。それ。